好きです。チャンネル登録待ってます。タケアツキミキチャンネル。なんか反応した方がいいですか。ミレイのまるまるやってみたい、イエーイ。今日も原宿で皆さんが大好きな美女を探しに来ました。今日はなんとくすぐっちゃいたいと思います。ニックネームか下の名前で、あと年齢を教えてください。なてみ19歳です。19歳。今って彼氏さんいますか。はい、いるんですね。イケメンですか。そうですね。ちょっと見せてもらってもいいですか。こんな感じの、なんかもうラブラブですね、写真が。彼氏さんはどういう性格なんですか。どういう性格、なんかすごい情熱的な人。情熱的。ちなみに今何されてるんですか。今は美容学生やってます。美容学生。髪の毛ですか。彼は髪の毛の美容師さんの方なんですけど、私はヘアメイクの方をやってます。はい。喧嘩とかってされてる。あ、めちゃめちゃしますね。どういうことで喧嘩するんですか。喧嘩も本当にちょっとしたことなんですけど、はい、なんか言葉遣いが気に食わなかったりとか。喧嘩した場合どっちが結局謝るんですか。あ、それはもうお互いです。なんかお互い悪い時にお互い謝っ て、 って、うん、ちゃんと謝るんですね。そうです。じゃあもうすごい仲がいいカップルって感じですね。そうです。じゃあちょっと皆さん、そろそろなてみさんのお顔気になると思いますよね。サングラスかけててちょっとわからないと思うので外してもらってもいいですか。サングラスを。あら、やだ、美しい。こんな美しいなてみさんに最後ちょっと視聴者にプレゼントで私からのくすぐりに耐えてもらいたいと思うんですけど、くすぐりに耐えてください。自分でくすぐりは得意と思いますか。得意というか強いですか。いや、結構部分的には弱いかもしれない。出ましたよ皆さん、この筆を使ってなてみさんを攻撃したいと思います。くすぐっちゃいたいと思います。それでは3、2、1、どんどんどん。結構やばいですね。あ、あれ意外と、あ、全然ですか。あれあれ、なんか反応した方がいいですか。結構大丈夫です。あれ10秒。皆さん見えますか、このセクシーな。ちょっとね、でもなてみさん、はい、ダメですよ。全然耐えられてないです。ダメですか。ダメです。ちょっと弱いですか。厳しいか。じゃあそんななてみさんに最後可愛く投げキスをしてもらってもいいですか。カメラに向かって。それではなてみさん投げキスまで3、2、1。ありがとうございます。もうセクシープンプンプンみたいなね。もうこの映像をね、彼氏さんが見たらなんていうのか私は本当に気になります。もう今日はたくさんの質問に答えてくれてありがとうございました。これからもお幸せに。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、ちょっと19歳ってね、私と同い年なんですけど、もう全然違いますね。もう色気プンプンで、なんか耳やってる時とかもう避け方がもうセクシーすぎてどうしたらいいか私も分からなくなっちゃいましたね。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ。ロシアとかスイスとかフランスとか。東京ミックスドリンクハミングス。